転職相談ならマジキャリ。今担当してくれてる転職エージェントが信用できない。どんな業界や職種に向いているかわからない。転職活動のちょっとしたその不安、そのままにすると一生後悔するかもしれません。今の転職活動に少しでも不安を感じたら、ぜひ概要欄からお問い合わせください。ちょっとそんなことしたらエージェントから連絡が来なくなりますよ。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は転職エージェントが愛想を尽かす人の特徴とその改善方法について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。皆さんは転職エージェントから連絡が来なくなった、エージェントから紹介される求人が少ないと不安になった経験はありませんか？転職活動中に急にエージェントと連絡が取れなくなったら困りますし、不安になりますよね。中にはエージェントと連絡が取れなくなるなんてことがあるのかと疑問に思う方もいるかもしれませんが、結論から申し上げますと、転職エージェントはこの転職者はサポートすることが厳しいなと判断した場合には、転職者を見捨てることがあるんです。今回の動画では転職エージェントに見捨てられてしまう人の特徴とその対処法を余すことなくお伝えしていきますので、エージェントとすでに連絡が取れなくなってしまった方はこの動画を参考にして、次にエージェントを利用する際に使い倒せるように、これからエージェントと面談をする方は利用する時の参考にしていただけると幸いです。それでは内容に入っていきます。皆さんは転職エージェントが転職者を見捨てる理由は何だと思いますか？多くの場合、ざっくり言うと、紹介できる企業が著しく少ない、転職できる可能性がほとんどないとエージェント側が判断した場合に転職者を見捨てる場合がほとんどです。そもそも転職エージェントのビジネスモデルは、転職者が紹介企業に入社した場合に企業側からエージェントに成功報酬としてお金が支払われるという仕組みなので、この人では売り上げにはつながらないと思われてしまうと、サポートを終了するように誘導されたり、最悪の場合には音信不通になってしまうのです。そこで今回の動画では、転職エージェントに見捨てられる人の具体的な特徴4選とその対処法をお伝えしていきたいと思います。転職エージェントに見捨てられる人の特徴1つ目は、経歴が荒れすぎているです。キャリアビジョンが明確で計画性を持って転職をしている人や、引く手あまたな経験がある人は例外として、基本的には転職を短期間で何度も繰り返していると経歴が荒れてしまい、選考に大きく影響します。例えば上司が合わなかった、仕事内容が思っていたよりつまらなくて辞めてしまったなど、安易な理由や一貫性に欠けた理由で転職を繰り返している場合は、転職エージェントから見放されてしまう可能性が大きいです。例えば A さんは大学卒業後、最初は飲食業界で働き始めました。しかし2年後に小売業界に転職し、その後も毎年のように異なる業界で転職を繰り返していました。最終的に A さんは4年間で3回の転職を経験していたとします。具体的には、最初の職場でファストフード店の店長として2年勤務し、2社目の職場で家電量販店の販売員として1年勤務、3社目の職場でアパレルショップの販売員として1年勤務し、今回転職を考えていたとします。このような経歴ですと、 A さんのキャリアに一貫性がなく、忍耐力や専門性に欠けると判断し、有料な求人を紹介しないことがあります。エージェント側も紹介責任があるので、活躍性が乏しく短期で離職しそうな人の場合、企業に転職者を紹介するメリットが低いので、求人をあまり紹介しなくなるのです。このように経歴が荒れている場合には、キャリアの一貫性をアピールすることは難しいため、今まで転職を繰り返していることを反省していて、次に入社する会社では長く働き続けたいという覚悟をうまく伝えられたら、エージェント側も取り合ってくれる可能性が高いです。転職エージェントに見捨てられる人の特徴2つ目は、支援年齢、支援業界が違うです。転職エージェントはエージェントによって強みとしている年齢層や紹介業界が違います。
なので20代から30代の転職に特化したエージェントに40代の方が登録しても希望の求人が紹介されることはほとんどないですし、 IT 業界に特化したエージェントに介護の専門職を目指している方が登録してもエージェントは求人を紹介することができません。具体的なエージェント名をご紹介すると、年齢層で言えばマイナビエージェントは20代から30代の転職に特化していますし、ビズリーチや JAC リクルートメントは40歳以上の方の転職にも強みを持っています。また業界で言えばマイナビ IT エージェントやウィルオブテック、レバテックなどが IT 業界、ウェブ業界において強みを持っています。エージェントに見捨てられないためには自分の年齢や専門としている職種、業界を考慮した上でエージェントを選ぶことが大切なので押さえておきましょう。転職活動中のそこのあなた、志望業界、職種への合格率気になりませんか？概要欄の LINE に登録していただければ LINE 限定の市場価値診断が受けられます。診断ツールを使えばたった1分であなたの市場価値、志望先への合格率も分かります。他にもキャリアに関する有益な情報を発信しているので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。転職エージェントに見捨てられる人の特徴3つ目は転職の時期が先すぎるです。具体的には転職を希望する時期が半年以上先で、情報収集のためだけに面談を希望している人の場合、転職エージェントはすぐに転職をしたい人を優先的にサポートする場合が多いです。経歴、スキルが優秀な人や支援層と近しい経歴で半年先でも成果が見込めるとエージェント側が判断した場合を除き、ほとんどの方がサポートを受けるのは難しいと言えるでしょう。転職エージェントに見捨てられてしまう人の特徴4つ目は転職への意欲が感じられないです。冒頭でも説明した通り、転職エージェントは転職を成功させることによって収益を得ています。転職エージェントからしたら、転職への意欲がない人に時間やリソースを割いても転職が成功する可能性は低いため、基本的には転職に真剣に向き合っている人を優先的にサポートするのです。意欲のない転職者ってどんな人？と疑問に思った方もいるかと思います。そんな方のために具体例を挙げますと、他の予定を優先しているため面談のスケジュール調整が難しい、面談のキャンセルやリスケジュールが何度も発生する、返信が遅い、選考を全く受けない、ずっと受け身で自分から情報を取りに行く姿勢が見られない、このような例が挙げられます。まずい、当てはまっているかもと感じた方は、今から話す3つのことを意識してエージェントを利用してみてください。1つ目はできるだけ早く返信するです。場合によってはすぐに返信することが難しい場合があると思いますが、エージェントからの連絡にはできるだけ早く返信するようにしましょう。これができるだけでエージェントからはマメな人だなという印象を持ってもらうことができます。2つ目は主体的に行動するです。エージェントからの紹介だけでなく、自分でも求人サイトや企業のキャリアページをチェックし、興味のあるポジションなどをエージェントに相談することで、より手厚いサポートを受けることができますし、転職への積極性をエージェントに認知してもらうことができます。最後は明確な転職理由や目標を持つです。こちらは少し難しいかもしれませんが、まずは自分がなぜ転職したいのか、何を達成したいのかということを明確にしていくといいでしょう。これを考える上で、現職の不満点や新しい職場でやりたいこと、自分の強みや弱みを棚卸ししていくことが必要です。これが俗に言う自己分析というものです。これができれば転職活動が一気にスムーズになることは間違いなしですし、エージェントからサポートも受けやすくなるので、ぜひチャレンジしてみてください。いかがだったでしょうか。今回の動画では転職エージェントに見捨てられる人の特徴をお伝えしました。エージェント経由で転職をされている方は、ぜひ今回のポイントに注意をして、より良いサポートを受けられるようエージェントをご活用いただければと思います。また最後に転職活動において最も大切なことをお伝えさせていただきます。それは転職のノウハウや手段は世にたくさんありますが、何より大切なことは自分がどんなキャリアを描いた方がいいのかを自分で理解をし、そのキャリアを手に入れるために必要なキャリア戦略をしっかり持った上で転職活動ができているかということです。そのためにはまずは正しく自己分析を行い、どんなことにやりがいを感じやすく、
どんな仕事であれば自分が納得できるような働き方が可能かを棚卸しする必要があります。またそれだけではなく、一般化されている性格診断のような自己分析だけでなく、企業研究や業界研究を考慮した上で、本当に自分に合っているキャリア選択ができているかを冷静に判断していかなければ、転職活動において正しい自己分析ができているとは言えません。それに加え、客観的な視点で自己分析をしなければ、それは自己分析ではなくただの主観的な感想になってしまい、企業選びに失敗する可能性がぐんと上がってしまいます。せっかく転職できたのにもかかわらず、入社後に思っていた会社と違ったと後悔するような転職は避けたいですよね。ですので、正しく自己分析を行うことで、あなたにとっての理想のキャリアを叶えられるような転職活動をしてくださいね。ただそう言っても、自己分析をやってみたけどどんな企業に行くべきかまでは明確にできない、自分一人で自己分析から企業研究まで行い転職先を決めるのに不安があるという悩みを感じている方もいらっしゃるかと思います。そんなあなたのために、弊社ではマジキャリというキャリアコーチングサービスを提供しています。マジキャリではキャリアにまつわるご相談は何でも受け付けていますので、自分がどんなキャリア選択をするべきか悩んでいる方はぜひご相談ください。転職しない方でも OK です。個人へ向いたキャリアサポートと徹底した自己分析を強みとしているため、必ず力になれると思います。転職エージェントとは違い、求人紹介をせず、キャリアに悩む人の理想のキャリアを棚卸しとキャリアプランの設計に力を入れていることが特徴的です。少しでも気になった方はぜひ概要欄の URL を覗いてみてください。現在初回60分無料でキャリアにまつわるご相談を受け付けております。この動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録をお願いします。取り上げてほしいテーマがある方はコメント欄にて教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。